良い子のみんな、こんにちは。ドクター・西田こと、西田ダ・ワ糖尿病内科院長、西田ダ・ワです。内科の先生、糖尿病専門の先生です。お医者さんですけれども、ドクター・西田はお口のことにちょっと詳しいので、良い子のみんなにわかりやすくですね。 お口の大切さをこれから、えぇ、ー、白素シリーズと名付けてやっていきたいと思います。白素、白素はね、最近の子供ちゃんたちは知らない言葉かもしれませんので、今日は特別に、えー、私のお友達に来てもらいました。これね、これ何だと思うこれねリ。リモコンなんだけど、今からこのリモコンで呼んでみますね。それでは、お願いします。あ、来た <laughs> ということで、これね。 うんちちゃんでございます。このうんちちゃんは走るし。おならもするんで、すすごいでしょ、これは。もうちょっと Amazon で見つけて買ったんですけど、これ今日の主役、これからの主役に最高やなと思って来ていただきました。うんこちゃんです。みんなもう,うんこドリルでうんちは大好きだと思うんですが、まあこれはうんこですよね。このうんこはどっから出るかな、みんな。みんなのうんこはそう、お尻の。 穴から出てくるんだよね。下から出てくるのがうんこだよね。先生、僕はうんこがお口から出ます。みたいしいないし、そんな人は。世界中探してもいません、そんな人は。うんこはお尻から出るんですが、今日のうんこは違います。歯の表面につく、歯につく、うんこ。歯、くそ。歯、 の話になりますちょっと汚いかもしれないけれどでもうんこドリルが1000万部も売れる出るんだから僕は白酢ももっと、えー、有名になっていいと思うのでこれから白酢シリーズで良い子のみんなにお口の大切さを伝えたいと思いますタイトルはこちらでございますはいえー、お口っていうのはちょっとこれあの難しい字なので小学校のみんなには読めないかもしれない汚い口と読みます まあ、お口。当て字でお口って言うんで、お口は、歯の、くそ。どっちも難しい字ですね。えー、良い子たちは読めなくてもいいけど、なんか難しそうだけど、な、なんか汚そうだよね。歯、くそ。歯、くそから始まるということになります。えー、面白いのは、この歯くそっていうのは、日本語には昔からある言葉なんですけども、歯に、くそが、歯に、くそがついてる。歯、くそなんですけども、でも英語にはね、これないんですよね。英語の世界には、歯くそ、 に相当する言葉がどうもないみたいなので、えー、ドクター・西田はこれを、えー、英語でもお届けしているので、字幕ですけどね。字幕をつけて英語でお届けしているので、えー、この英語の字幕で見ているお友達にはこう名付けました。トゥス・プー。トゥス・プー。<laughs> からいいよね。トゥース・プー。世界ではこのトゥース・プーで広めていただけたらと思います。拍手ソ・トゥース・プー。始めまります。で、 お勉強するときには何事も言葉を一つ一つ正しく理解することがとってもとっても大事になります。簡単なことであろうとも <laughs>、これおいとこうか。簡単なことであろうとも、難しいことであろうとも、一つ一つの言葉を正確に正しく理解することが何よりも大事です。曖昧なまま進むとわけわかんなくなってしまうので、正確に理解すること。その意味で、その意味で、 この日本では歯と歯茎の境につかんの黄色いねっとりしたものをプラーク。英語ではプラークって言いますけども、このプラークを日本語では歯垢と書きます。漢字で歯の赤と書きます。歯の赤なので、ドクター西田は今から14年前までは、あれは食べかすだと思ってました。食べかす。食べかす違うし、食べ物のカスじゃないからね。 これはですね、もう、うさちゃんも怒ってます。あ、ちょ、ちょ、ちょ、今日ね、いろいろ道具があるのよ。間違っちゃった。これね。違うよ、それ。ブラックちゃう。ブラックじゃない。ブラックなれないって。うさちゃんは怒ってます。したら何が正しいのか。こちらが正しくなります。<laughs> はい、さっき出てきた。は、くそ、トゥース、プー。これは、 マさんも大喜びです。うん、それは分かりやすいね、ドクター・西田と言ってくれてます。ちなみに、白素は僕の体と同じ茶色だから、なんか親しみが湧くなと、マさんはとっても大喜びしてくれてます。ありがとう、マさん。ということで、えー、トゥースプー。歯につくクソ。歯クソ。トゥースプー。ということで、覚えましょう。もう忘れないね。はい。で、この、この、 歯につくクソ、ハクソ、トゥースプーは、うんち、うんこよりもはるかに怖いんです。何が怖いと思うそれは、ハクソの中には、悪玉バイキンがもううじゃうじゃ住んでるの、この中にも。悪玉バイキン、うじゃうじゃ、うじゃうじゃ。で、今から14年前のドクター西田のハクソのムービーがございます。ハクソ軍団ムービー、トゥースプームービーがあるので、ちょっとご覧ください。

トゥースプーの方がはるかに怖いということです。ここすごく大事で。あんな泳ぐ奴らが、うん、ここにいるのね。もう怖くて夜も眠れませんもん、こんなもん見たらね。はい。で、この白素は、歯茎の表面が大好きです。ついちゃう、ついちゃう、ついちゃう、ついちゃう。どんどん増えていくの、白素が。だからはさか、まあ、臭いもん、もう、どっか行ってよ、どっか行ってよ、どっか行ってよ。でも増えていく。ここもう困るわけね。だどうするか。それは、白素は、 歯磨きで取ることができます。歯ブラシですね。ゴシゴシゴシ。ああ、やられたーというか、あ綺麗になったうんこいなくなったよかったということで、はみ、はみ、はちゃんもすごく喜んでますね。白酢というのは、白酢というのは、歯磨きで、バイ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 ができる。歯磨きで取れるのが白酢ということになります。トゥースプーはブラッシングで取れるんでございます。でも、 でも、次大事。跡は白素の化石なり <laughs> これ、今から14年前のドクター自しのお口の中ですけども、1日1回、当時は朝1回、歯磨きは3秒、チャ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 、プーってやってましたからね、1日1回3秒だったんです。ほんなこれもう、白素つきまくって、石になって、うぅめちゃめちゃ汚かったの。 14年前のドクター西田のお口はもう史跡がこびりついてました。でもこの史跡っていうのは当時のドクター西田はああなんか白い石がついてるなって思ってたけど違うし違うしそれは白素の化石です。バイキンが化石になったアンモナイトや産用中の化石だったらいいけれどこれは白素の 化石なんでございます。まあ、恐ろしい。恐ろしい。ね。で、硬いの、ね。硬い。化石は硬い。で、石石は白素のお城になります。お城。ね。こういう風に硬い硬い石の中に住んでるわけ。だってね、みんなね。見てくださいよ。これは柔らかいから歯ブラシすると。 消消ええててていいいくくよねあー悔しいーと言ってうんこ消えていくでも、この、うんこほったらかしにしとくと、石になる。化石になる。こうなるの。こうなる。こ石になったら、うん。平気だぜ。ね。これ砕こうとしたら、もうこれね。硬いんだもんで、ね、硬いの、硬いの石。化石だからさ、金土でも難しいね。 だからこれはもうとてもじゃないけども、歯磨きでは取れません。で、この石、化石がどん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 増えていくわけ。この歯の周りにね、こうやって増えていくと、それがこうやって、えー、石,石のお城になっちゃうわけです。そしたら、お城だから、石のお城だから、もう歯磨きもま、かた、勝てない。 へっき、へっちゃらだぜって、やーい、やーということで、もう、はみうらしは役に立ちません。ね。で、だから、これをちょっとわかりやすくすると、まあ、例えば、まあ、この石、あのー、白素が石になるんだけど、石になったら、まあ、これちょっと透明だけどね、これね、透明だけど、透明だけど、これが白素の,あのお城だと思ってみんな、たら、こう、こうなるよね。こうなる。 こうなると、これ、この中、ね、白素がいるけど、そうすると、これね、いやいやいや歯ブラシなんて怖くないってくるくる踊ってるよね、くるくる踊ってるの。だってそうでしょ、これ。歯ブラシきたって、平気だよ、平気、全然平気で、だって取れないんだもん。これだったら取れるけど、これだったら取れないよね。でも、どうするか、ね、どうするかっていうことですよ 白素の化石は歯磨きでは取れないんです。だから、ここすごく大事よ。歯ブラシでは役に立ちません。石は取れません。石は取れないですね。どうするか。白素の化石は歯科衛生士さんが取ってくれます。おこれは歯科衛生士さんが使う道具ですね。鉛筆みたいな先にちょっと釜がついてる、小さな釜がね。鉛筆の先にこれがついてるのよ。釜がついてるの、釜がね。 これスケーラーって言いますスケーラーってうね。そうしたらよ、これがあるとどうなるか。これを、司会衛生さんが、はーい、わたるくん、わたるくんの歯についてる、歯石白素の化石をお姉さんが取ってあげるね。ということで、僕が、ああお願いしますって言ってあげると、司会衛生さんがも、もっと小さいよ。も,もっと目に見えぬぐらい小さな釜をお口の中に入れて、ここに、かけるね。そうすると、 カリカリカリ。カリああ、石が取れました。石が取れたね。うんこも取っちゃおう。ああ、取れちゃう。<laughs> ということで、ね、このスケーラー、スケーラーは歯科衛生士さんが使う道具です。このスケーラーがないと化石は取れないということになります。 ね。歯科衛生さん、ありがとう歯科衛生さん、もううんちない、うんちない。<laughs> 歯科衛生さん、ありがとうでね。スケーラー、万歳、万歳ってことなんですけれども、わかりましたか良い子のみんなはね。はい。ちょっとまとめてみます。たくさん出てきたから。3つ。白素、トゥースプー。白素の化石器。ファッシルズオブトゥースプー。ね。加速の白素の化石器。そして、白素のお城。キャッスルオブトゥースプー。ということで、キャッスルですね。 キャッスルとファッシルとトゥースプー。この三つ覚えたかな白素、白素の化石、白素のお城。で、この白素の化石と、白素の化石、歯石と、そしてこの白素のお城は歯ブラシでは取れません。鎌スケーラースケーラー。歯科衛生さんが持ってる小ちゃな道具。こんな大きくないよ。こんな大きいのはお口の中に入らないけれども、もっと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  ちいちゃなちいちゃな釜がついたスケーラーという道具できれいに丁寧に一つずつこの白素のお城を根こそぎ取ってくれるのが歯科衛生さんだだから歯医者さんに行かないといけない。ねお父さんお母さんに教えてあげて良い子のみんなはね。 パパ、白素がついてるよ。あ、石もついてる。白素のお城がそこにあるけど、それはもう歯ブラシでは取れないから、ちゃんと歯医者さんに行って、歯科衛生士さんに、スケーラーっていうこの釜でちゃんと石取ってもらって、ピカピカのお口になってね。というふうに教えてあげてくださいね。みんなの方が大人よりも今日偉くなったんだから。白素、白素の化石、白素のお城。覚えたかなはい。 ということで、引き続き、白素シリーズ続きます。ドクターニしの体なるほどチャンネル。子供さんでもわかる内容。でもこれは、大人でも知らないような内容をわかりやすくお伝えしているので、大人の皆様でも喜んでいただける内容になっているんじゃないかと思います。それでは次回作、どんなになるのかな白素物語ね。ドキドキするよね。本当にもう。白素、楽しみに待っててね。ごきげんよう。